いや悔しいですよ、マジで悔しい。まっすぐ行きたかったんですよ。で前回も浮いたんですよ。だから今回もまっすぐ行きたかったんですけど悔しいですね。ああ前回よりスピード出たんじゃないですかね。でもなんかやっぱ改めて野球のプロ野球の選手の皆さんの凄さが分かりましたね。練習はされてたんですか。練習しましたよ。はい、でも公園でさっきしたんですけど難しい。やっぱマウンドが難しいですね、高いから。高いです。うん、そうですね、あのラオとか足立亮さんとか T 横田選手にはすごい可愛がってもらってるんで、本当にあのアスリートとしても尊敬してますし、男としても尊敬してるんで、もうぜひね連覇してもらって、で今年は日本一になってもらいたいなと思ってるんで、自分ももうその会場にねあの応援できるだけ来させてもらおうと思っております。はい、今日こうやって自分お邪魔させてもらったんですけど、あの野球オリックスはもちろん、あの格闘技界も応援していただけたら嬉しいです。格闘技界もね面白い選手いっぱいいるので、どうか皆さんスポーツの応援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。